こんにちは、本気塾代表石原です。今日は2020年度ピヨピヨピヨ生まれましたということで、今回の番組第7問、2020年というと第6問やりますけど、ちょっとですね、図書かないときついかもしれないので図とか書いたりします。はい、小切手の性質ということで、動画の方で小切手と手形の、表やりましたよね。小切手と約束手形と為替手形ということでやったと思います。この中で、小切手と為替手形の共通というのは何かというと、誰かに払ってねっていうふうにお願いするんですよね。小切手と為替手形は委託するやつ。小切手の場合は絶対銀行って実はルールがあるんですけど、為替が手形の場合はね、例えば自分が誰かに払わなきゃいけない。だけど自分で払うんじゃなくて自分の貸しのある人に払っときというふうに言うやつですね。これ委託証券でしたね。それに対して、どこでやってるの、約束手形っていうのは約束ですから、自分で払うよっていうふうに約束するわけですから、そうじゃなくて自分が支払う。自分で支払うための、証券でしたね。そういう意味では、ここ2つは共通でした。で、一方で、手形の2人どもと小切手どもの根本的な違いが1個あるんですよね。それは何かと言いますと、手形というのは満期があったんですよね。要するに今すぐは払えない。まあ単純に金がないから、将来何ヶ月後かに払いますという支払い期日がありました。一方で小切手というのは満期の欄がなかったんですよね。要するにこれっていうのは小切手出すってことはもう今日取りに来られてもしょうがないと。まあ銀行とか手続きの関係で1日後とかになるかもしれませんけど、理論上はもう出したら最後で、前みたいに 先付け出した。今日が4月で、例えば8月に払うよっていうふうに書いたとしても、あ、すいません。8月に振り出したよっていうふうに書いたとしても、実際に出しちゃった以上は、あさっての4月何日に取りに来られても文句ないんだってね。そのぐらいもう出したら最後、すぐ払わなきゃいけなかった。ですから、ここは満期というのを書いてもしょうがないんでね。もう振り出した日イコール、もう満期スタートなんでね。こっちは振り出し日と満期日はずれるんですね。それ OK ですか？あと、小切手の支払いの方法として、A さんが小切手を振り出しました。B さんが、小切手を受け取りました。その時に、まあ、実際には A さんの頼っている銀行と、B さんの頼っている銀行というのがありまして、ノーマルには手形、手形じゃない、小切手を受け取った B さんは、直接ね、A の銀行にお前払えや、というふうに言いに行くんじゃなくて、B 銀行に小切手を渡して、B 銀行が A 銀行から取り立てるのが、ノーマルはノーマルなんですよね。ただ、理論上は、これができたんですよね。B が A 銀行に払いやーという。ただ怖いのは、B が、クズみたいなやつだった場合に、A 銀行は B に直接払っちゃうと、B がさーって持ち逃げしたら、どこの誰に、間違えて払っちゃったかわかんないですよね。でももし、ね、B さん申し訳ねえけど、お前には払えないとね、B 銀行を通じて払ってくれと言うと、B 銀行に金渡して B 銀行が払えば、B は口座、銀行に口座を持っているということは、あ、口座持ってないと出せないんですけれども、口座持ってるってことは住所とか登録者らずですね。まあだから、架空のさ、俺のやからみたいなやつだったら住所もわかんないかもしれないけど、わかんないっていうか住所、嘘っていうか、実際にいないかもしれないけど、一応はですね、一回はいた住所を捕まえることができますよね。そういう意味で安全面考えると、できれば、こっち直じゃなくて、こういうふうに払いたいところです。それが線引きという話でしたね。はい、行きましょう。あ、小切手は常に一覧払いとされるため、支払い期日の記載はしてもしょうがないと。そうでしたよね。支払い期日という概念がない。ね。普通は手形は振り出し日と満期日はずれる。ね。しかし、小切手の場合は振り出したイコールもう払わなきゃいけない状況。はい。糸が線引きの話でして、一般線引きというのは、小切手の表面に線が引いてあるから線引きです。それは実は右の特定線引きも同じです。じゃあ何が違うか。いわ一般線引きが一般的に銀行と書いてあるんです。そして、うは特定の銀行を書いてあるということで、この説明は、その通りです。ただ、いの方が、足が分厚くなってまして、支払い銀行の取引先に払えるよ。これ実はうの場合も、そういう、なんていうか、取引先には払えるんですけど、どういうことかというと、さっき言いましたように、なぜ A 銀行、小切手に線引きをして、いいことがあるかというと、A 銀行が、ね、線引きをすれば、B に直接払わない。B 銀しかない。なんだ線引きというのは銀行にしかならない。そうすれば、わけのわかんないやつにお金取られるリスクが減るというふうな発想ですけれども、それを考えるんだったら、もし B が
A 銀行に口座を持ってるとか、定期的に金を貸してるとか、何らか B が信用できる人だったら、だったら別に払ってもいいわけじゃないですか。そう考えたときに、A から線引きしたとはいえ、銀行にしか本当にならないかというと、銀行プラス同じように A が所在が分かるやつ、何者か分かってるやつだったら B に払うこともできる。ということで、E の足は丸。うの方は、船内に記載された銀行ということで、まあ、特定の三菱 UFJ とかそういう銀行なんですけど、まあ、これも本当はですね、ちょっとそれだとうまくいかないときは、取引先から払えるんですけど、まあ、まあ、そこまで細かいからいいのかな。とにかく、う自体は間違えてない。問題は最後、絵なんですけど、銀行は自分自身を支払いとして振り出す小切手のこと。え、何が違うのって。例えば、パンダ君の小切手出すときも、銀行支払いにやねえと。え、銀行が自分自身支払いに、銀行支払いに同じじゃないか。違うんです。何がこれ違う、おかしいかっていうと、おかしいかっていうか、他の、普通の小切手違うかというと、銀行が振り出す。ここポイントです。普通の小切手はパンダ君が振り出します。支払いには銀行。で、絵に描いてあるのは、銀行が振り出す。支払いにも銀行。何が違うかというと、振り出し人が、普通だったらパンダ君とか、見てる誰かでもいいんですけども、こっちは銀行って、そこが違いますよね。で、なんでこの、こういう特殊な小切手のことを、預金小切手というふうに言って、動画でも言ってましたように、何ために狙っているかというと、普通だったらば、いくら小切手出すときは、お前預金口座に金用意しとけよと言っても、それ建前で割っちゃうことは、いわゆる不当たりが起きるんだけども、銀行小切手だったらば、必ず銀行が不当たりを起こすことないですから、払ってもらえる。だから本当に現金に近い小切手の中でも、リアル現金だった。現金に、さらに酷似しているということで、これがすごいんだっていうのが話ですよね。まあ、そんなことで、絵に関しては間違いですけど、まあ、比較的、分かりやすい間違いかなというふうな気がしますので、まあ、また動画も含めて確認しておいてください。以上です。